新型コロナウイルスの最新情報です減少傾向は続いています今日は2日連続での2000人台ということになりました亡くなった方は6人と発表になっています札幌市内は700人を下回りました7月20日以来ということですね朝日川がまだ少し多いですね400人台です カレンダーをご覧いただきます先週の同じ曜日と比べますと今日火曜日も3週連続で減りました先週からは1200人ほど減りましたねグラフでもご覧いただきましょうこちらもより減少傾向がはっきりとしています病床使用率も機能時点の数字ですけれども全道が32.7%札幌市が31.9%と比較的低い傾向が出ています